ましたビジネス天国沖縄の時間です。この番組はビジネスの世界で活躍する方々をお迎えしてビジネスの秘密のノウハウや経験を聞いちゃおうという番組です。また業界人はみんな知っているが一般的には知られていないこと、非常識な業界常識などについてもお伺いいたします。この番組でメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginoan.com、 また FM ギノアンでは YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノアンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 Twitter も連動していますので、たくさんツイートしてください。なおこの番組は FM コザでも同時放送をしております。過去放送分の映像は公式ブログ新里哲也 .com にて公開しております。 YouTube チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。この番組は平総合事務所、ストレスマネジメント沖縄、中曽根智弘弁護士事務所、 TBL 投資アカデミー、トータルヘルスウルル、サンキャッチ企画、シュレイホーム、リンパ専門スクール N's の提供でお送りいたします。ということで、はい本日も私新里哲也と、はい、FM ギノアンのマナミでお届けします。はい、よろしくお願いします。マナミン、毎回素敵なゲストさんが来ていただいてるんですけど、今日緊張してますか？今日ね、何の話が聞けるのか楽しみプラス僕自身緊張してますね。なんかレアな日になりそうですね。そうですね、今日はちょっと特別な日になりそうな感じがします。素敵な方がお二人も来ていただいてますので、なかなかねメディアでお話聞くことがないのかなと思います。なのでいろいろね、特にビジネスされている方、これからビジネスされる方、両方ね、すごくレアになると思いますのでね、本当に1時間楽しんでいただければなと思っております。それでは CM を挟みましてゲスト様をご紹介したいと思います。それでは一旦 CM です。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。早速ですけども本日のゲスト様をご紹介したいと思います。株式会社カナデホールディングス代表取締役の佐喜眞優樹さんです。佐喜眞さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あともう一方いらっしゃってるんですけども、はい、起業家育成アドバイザーの高様でよろしいでしょうか？はい、よろしくお願いします。なんかだいぶさっきと声が変わりましたけども、ちょっと緊張してますね。はい、じゃあ高さんもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、本日ですね、お二人をお迎えして、番組進めていきたいと思います。じゃあお一人目からですね、佐喜眞さんお話伺っていきたいんですけども、はい、佐喜眞さんご自身の方からもちょっとね自己紹介のお願いしたいんですけども。はい。はい、カナデホールディングス代表取締役を務めてます佐喜眞優樹と言います。僕たち会社はですね、今年の4月に開業して、障害者のグループホームを、増やしていくって言い方をしてですね、グループホームを、作っていく会社を経営しています。はい、はい、なるほどなるほど。はい、こっちね、これね。はい、はい、ありがとうございます。あ、じゃあですね、起業家育成アドバイザーのタカさん、はい、よろしくお願いします。はい、はじめまして、皆さんこんにちは。はい、堅苦しい名前の紹介になってるんですけど、はい、ただ友達仲間で起業家を育てるということで頑張ってます。はい、若い人たちにですね、どうやったら起業になれるかということを日々相談を受けまして、はい、どうやったらその効率よくというのをアドバイスしております。はい、高さんはね本当に素敵な経営者の方をたくさん育てておりますのでね、はい、本当に佐喜眞さんも含めいろいろね、アドバイスをいただいていると。そうですね、僕は勉強中ですね。ことですけどね、はい、今日はミスター高さんということで呼んで番組進めさせてミスターで、じゃあ、はい、そういうことでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。じゃあですね、まず、事業内容とかもいろいろお聞きしたんですけども、佐喜眞さん、今どうですか、経営者となっていろいろ日々活動されてると思うんですけども、はい、どうですか、今日ねビジネスについていろいろな話を伺っていきたいって思いますので、はい、佐喜眞さんにとってビジネスとはっていうところをお聞きしていきたいんですけど。ビジネスとは、はい、はい、僕にとってですか。はい、人かなとも今思ってますね、はい、僕はカナデホールディングス以外にもまた先間商事ってまた会社も経営してまして、はいはい、そこがまあ 7期目今度8期目12月で8期目ってなるんですけど、はいはい、まあ、振り返って今いろいろと、ちょうども去年からまたその会社も伸び出して人が増えてきた中で、はい、やっぱり人かなって今ずっと実感 してますね。ああ、うん、長きやってきてやっぱり人かなと実感、改めて実感して、ですけど、やっぱなんていうんですかね、まあ、お客さんも人だしね、はいはい、その従業員も人ですしね、はいはい、でまあ、結局、まあ、利用者さんも人だしですしって考えたら、やっぱり人かなってずっと今考えてますね。実家と思ってますね。はい、いいですね。はい、じゃあタカさんお聞きしたいんですけど、はい、今人というお話されてたんですけど、はい、まあ、タカさんビジネスについてね、はい、大事なことって何でしょうか。そうですね、よく若い皆様方から、はい、タカさんちょっとビジネスしたいんですけどっていう話をよく受けるんですね。はいはい、でその前にじゃあビジネスって何という問いから僕が逆に聞くんですけど、はい、大体9割方金儲けということになるんですけど、僕が言う場合にこうですね、はい、じゃあ1億円あげるから無人島に行ってくれと、はい、えっていう顔するんですよ、はい、どうしたの、いや無人島行ったら1億円使えないですよ、はい、トイレの紙ぐらいにしかならないという話になるんですね、はい、でそこからちょっと気づいてほしいんですけど、うんうん、ね、ビジネスがお金だけじゃなくて、はい、今先ま社長からもあったんですけど、そこに関わる例えば人や、まあ、仲間、はい、家族も大事だろうと、はい、じゃあそれからまた発展させて、うん、じゃあ人も仲間もいると、はい、金もあると、はい、じゃあもう一つね、何が大事だろう、まあ、いろんなことを言うんですけど、はいはい、じゃあ金も仲間もいるけど病院で寝とれと、はい、ということで健康も大事だと、まあ、そういうことも含めながら子どもたちに、はい、皆さんに話はするんですけど、はいはい、まあ、基本的にビジネスは一体何かというところに尽きるんですけど、はい、今先ましから人と言ったんですけど、もちろん人もあるんですけど、はい、このビジネスの言葉に隠れてるんですね、はいはい、ビジネスって英語で書けますか、はいはい、ビジネスって、まあ、BUSS と書いているんですけど、そ、はいはい、の言葉の奥には BG と NES という言葉が隠れているんですね、はいはい、で BG というのは、まあ中学校の英語の単語で言うと忙しい、はい、ネスは否定語になりますね、はい、つまり忙しさをなくす、もっと発展していくと課題問題をなくす、はい、さらにいくと課題を解決するということなんですね、はいはい、つまりどういうことを言うかというと、ビジネスというのは社会に対して行うことであって、社会にある問題を解決することがビジネスなんです。例えば沖縄県を振り返ってみると、沖縄県の課題で一番いろんな課題あるんですけど、はい、まあ、近隣の課題で例えば飲酒運転が多いというのがありますよね。その課題を解決するために運転代行、そうですね、はい、運転代行もある意味ではビジネスとして社会の問題を解決してくれるわけで、そこにその対価としてお金が入ってくるわけですね、はいはい、まだ他にどういうのがあるんだろうか、どうでしょうか。例えば婚活とか、婚活いいですねこの知り合いにも40歳になってもいい年してる、ね、はいはい、男女いますけどね、うんうん、そうですね、そのね、はい、婚活をやってくれる方を幸せを、ね、はい、演出してくれる、はい、掴んでくれる、はい、そう、それももちろんビジネスになりましたね、はいはい、まあ、もっと沖縄県レベルで考えてみましょう。やっぱり沖縄県の起業家の目指している人たちにとってそういう言葉ってのはとても大事ですから、例えばね、もっと大きく考えると沖縄県は最近観光いっぱい増えてきましたね、はいはいはい、でその何年か前に沖縄県が、なんだ観光ホテルが高いまたは少ないというのがありましたね、はいはい、でそれも一つの課題であるし、あと、女性とかそういった若者の、労働賃金が安いとか働く環境が少ないとか、はいいうのもありましたし、まあ、さっき言った飲酒運転、そういうの解決、またはまあ、専門的な用語で言うと今先ま社長が頑張っている身体障害者の雇用または住む家、まあ、ホームグループですね、グループホームですね、そういったのも課題であると、うん、まさしく今カナデホールディングスがやっているのがその社会の問題を解決しようという形でやってますね、うん、そういうのをやっぱりビジネスとして言葉に含まれている忙しさ、課題、問題を解決するということで、解決することでビジネスにつながるんじゃないかなと。だから金儲けがビジネスじゃないんですね、うん、いわゆるやった社会的対価としていただくんであって、お金を目指すとですねマネーゲームになっちゃって、はいはい、勝つか負けるかになっちゃうので、まあ、変な方向に行っちゃいますね、そういうの多いですね、まあ、そういうことでビジネスということで。なるほど、はい、勉強になりますね。そう考えるとやっぱ多いですね、このなんだろう、そういう今沖縄で問題ってなってることを解決するためのやっぱ仕事っていうのもこうやって考えたらたくさんありますね。そうなんですよ。だから、何から攻めるかっていうと、やっぱり社会を見て今問題になってる、そこに課題解決ができればそれがビジネスとして成り立ちますので、もうよく勉強することですね。新聞読む、情報を仕入れる、人と会う、コミュニケーション能力を育てですね、情報を仕入れることですね、はいはいはい、そうなるとビジネスチャンス探しやすくなるというか、課題って常に社会にはあるじゃないですか。そうです、はいはい、そして人を喜ばすことですね、だから人、キーワードでね、先ほど社長が人と言ってましたけど、はい、本当に人のつながりがあるんですね、はい、だから企業経営するときに人、物、金って言うんですけど、人が先に来るという言葉を大事にしてほしいですね、人が先に来ます、はいはい、佐喜眞さん、なんですか、佐喜眞さんとミスタータカさんは、はい、言い回しこそ違うんですけど、やっぱり本質をついているというか同じような話をされているって今感じたんですけど、はい、そうですね、僕も、はい、タカさんの方からいろいろと指導をしてもらいながらっていう、はいはい、勉強しながら経営してますのでね、そういう話にもなりますので、やっぱ問題解決、はいはい、この、今やってるそのグループホームっていう仕事はですね、やはり今まであんまりなかったっていうか、お年寄りのグループホームっていうのはよく聞いたりする、道で見たりするんですけど、障害持った方のグループホームっていうのはなかなかなかったっていうのが現状で、それをちょっとやっていこうっていう話なので、問題解決、まさに社会の問題を解決するために動き出したということですよね。そうなんですね。その会社っていうのがやっぱり社会に必要とされ続けることによって、また結果的に利益が生まれてくると。そうですね。みんなが勝てますね。みんなが勝つ。そうなんです。一人だけ勝っちゃうとですね、鬼にならなきゃいけないので、それではもうやっぱりバランス崩れるし、まあそこにお金というのが発生しますけど、もう感情的にね、憎しみ合いが発生してしまうとそのビジネスは失敗しますので、やっぱり人が喜ぶことを大事にしてやっていくと、でもそういう感覚で響きるっていうのは心も豊かですよね。まあそうですね、はい、じゃあ佐喜眞さん毎日心豊かじゃないですか今。はい経営大変ですよね、でもね実はね、まあ、そこに人の育成などもありますから、そうですよね、会社のミッションをしっかり持ってね、どういうふうな社会貢献ができるか、何がサービスができるかというのをやっぱり佐喜眞社長は日々追求していただきたいなと考えてますね、なるほど。でも今日の放送はちょっと学生にも聞いてほしい内容ですね。ああ、そうですね、沖縄の学生頑張ってほしいですよね。いろいろ本堂を見てきたんですけど、はい、もちろん東京、大阪、北海道、そういった大きな大都市なんかを見てくるんですけど、沖縄ビッグチャンスあります、はいはい、アジアに通じているっていうその窓口としてね、やっぱり地方の空港とか行ったら分かりますよ、はい、沖縄の空港でかいでしょ、はいはい、やっぱりその空港と比例してビジネスは絶対拡大できるなという要素を持ってますので、若者たちいっぱい勉強してほしいですね、はい。おっしゃる通り、僕も結構出張行くんですけど、空港が沖縄大きいっていうのを本当に感じますし、バスターミナルの大きさびっくりしますね、あの大きさ、この小さい島であんだけ大きいのがある。そうなんですね。空港はもう今もどんどん拡張とかも進んで、これからもっと滑走路も増えたりとかでどんどん広くなっていくので、その分そうですね、このいろんなお客さんとかもやっぱ入ってくるってことですよね。そうです。だから今まで僕らの時代はもう30年40年前時代にも青春時代は終わってるんですけど、昔沖縄にいるとね、本土に行った方がいいねという話あったんですけど、もうこうオンデマンドのインターネットのそういう時代、情報化の時代になっている中で、やっぱり沖縄というのはこの地理的条件も含めてね、非常に環境いいんです。アジアの方に出ていくと、で人口的に日本の人口1億5000、例えば東南アジアだと4億6億とかね、数がありますよね、倍。中国もね、巨大市場ありますよね。本当に近いんで、まあ、そこまで若者が本当にそこでなんか活躍してくれるのを非常に楽しみにしてますね。まあ、チャンスっていうことをおっしゃってましたけど、やっぱり先ほどおっしゃってた視点で世の中を見ると、そうですね、本当にチャンスっていうのいっぱいあるっていうことで、いっぱいあります。発展するとき同時にまた問題も起こりますからね。そうなんです。その問題を解決するっていうのが一番いいですね。なるほど、今日いろんなヒントもらいましたね。深いですね。もうマナミン起業した方がいいんじゃないちょっと起業の何やりたいですか何がいいですかね。クッキー屋さんクッキー大好き。いやでも観光にも興味あるので、さっきのこの空港の話とか聞いてると、うん、なんかそういった意味でちょっと観光でもっと何か、うん、なんだろう、つながることできたらいいなとかは思いますね。ね、うん、そうなんですね。はい、例えば沖縄の経済をいろいろあるんですけど、はい、沖縄の経済を見たときに流通、うん、まあいる小売業とかそういうので流通とまとめると、どういった経済の成り立ちをしているかというと、うん、まあその流通、あとは観光、はい、あと何があります？政府、はいはい、行政、はい、まあ国の予算、はいはい、あと1個何でしたっけ観光やろう。観光行政、基地、そう流通基地、ね、4つありましたね。はいはいはい、まあ、流通は規模がちょっとね、うん、大きなちっちゃいんで、うん、今できるのは何かというと、大きな3つの柱として沖縄の収入が入ってくるのは観光、行政、まあ、基地は何%かな、うん、という人もいますけど、うん、まあ、この中部地区から見るとこの3つは大きな要素ありますよね。うん、でこれが結局インカムで入ってきますから、はいはい、それをどういうふうに対応していくかと。うん、いうの流れをつかめばですね、うん、多分行くんじゃないかなと思うんですけど、まあいろんなやり方ありますけどね、はいはいはい、金融も含めてあるんですけどね、うん、まあ今若手ができるんだったら今一番目に見える、うん、そこで発生する問題を解決するとしてこの3つの柱が見えてくれば、まあ政府の問題はちょっとその国から来る予算というのはちょっと別なんですけど、うん、まあ観光と基地というのでやっていくと、それを頑張って、はい、あとはそれこそ雇用を拡大してほしいですね。はい、まあ、でもタカさんが言うようにこういろんな問題を解決することによって沖縄の魅力ってさらに増していくと思いますので、またさらなるこうビジネスチャンスって広がっていくのかなってすごく感じるんですけどね。はい、うん、佐喜眞さんのやってる事業もあれですもんね、本当にこういろんな方が沖縄が住みよくなるっていう意味では重要なポジションにやるのかなと思うんですけど、なんかありそうでなかったっていうビジネスですよね。はい、ですね、僕4年ぐらい前から、まあ、そのグループホームっていうのにちょっと興味持ってですね、まあいろいろ、まあ、僕、まあ、カナデホールディングスさんの前から、まあ、4室ぐらいはちっちゃくですけど、はい、経営してたんですよ。まあ、それであちこち増やしたいなっていう、まあ、中でですね、やっぱ障害を持った方のグループホームなのでね、大家さんにあんまり理解してもらえなくて、まあ、ちょっと借りたいけど借りれないっていう流れとかもちょこちょこあったんです。だからもう一番はやっぱその理解してもらうっていうんですかね、地域に理解してもらうっていうのをきちんとしっかり組み立てていきたいなとは思ってますね。はい、なるほど。まだまだやっぱりそういうのあるんですね、断られるというか。そうですね、ありますね。はい、それがなんかすんなりこう受け入れられる社会になってほしいっていうのもありますよね。そうなんです、はい、そこが課題なんですよね。はいはいはい、本当にここが課題ですね。はいはい、身体障害者に対しての偏見が非常に多くてですね、はい、その不動産を持ってる親さんが貸してくれない、はい、まあ、そこが課題なんで、身体障害者も今はね政治にも参加されてますよね。で本当はもう本当に言えば雇用が足りない今時こそ彼らの力が必要なんですね。はいはいはい、でもそういう考え方自体も差別なんで、そもそも一人間として認めると、そういう意味で佐喜眞さんの考え方非常に僕は共感してですね、でふと思ったのが今彼らがやってるグループホームの在り方が少し斬新的になってきてるんですね。というのは今までグループホームのイメージがですね、こう一つの一軒家を借りて、まあ間切りしてそこに利用者の皆様方を入れていくんですが、まあ例えば自分がね明日何かで身体障害者になった時に、じゃあそこに住むかと考えた時にゾッとしたんですね。でそれをまあ佐喜眞社長と話をしているうちに、それはもう少しまあいい程度のいい、まあ厚遇という言葉を使いますけど、こう状態のいい部屋を作ってあげて、身体障害者と向き合って、て、できれば街のど真ん中に作ってあげて、はい、社会参加を促してあげたいなというので賛同したわけですね、はいはいはい、で今これが今崎町長が展開しているグループホームなんですよ、はいはい、そうですね、はい、展開して、はい、先ほどパイオニアじゃないですか。いやいや見事ですよ、はいはいまあ、問い合わせとかも本当にすごい勢いで。あ、そうなんですね、はい、やっぱこれそれはやっぱりまさにこう社会が求めてたっていうことの裏返しですよね。まあ、そうですよね。求めてる人はたくさんいた、うんうん、だけどまた理解がね、うんうん、まだまだかなと思ってるんですけど、やっぱ僕としてはね、はいまあ、前に立ってその理解を深めていくことかなっては今これが一番課題かなって思ってますね、はい、またこの崎町さんのね、考え方を発信することによって活動をすることによって理解する方もどんどん増えていくかなって思うんですけど、増えてきてるとも思ってますよね。昔よりは全然風当たりがなんていうんですか、追い風になってますね。追い風になってます。入ってる入居者の親、うん、もう喜んできますね。こういう提供していただいてありがとうと。でそれからまた派生するその就労支援という仕事がですね、街またのこの企業家たちが作っているホテルとかですね、あとはパン屋さんとかそういったところに全部連携が取れてますので、まあ本当にうまくまとまりつつありますね。でも一グループホームの話ではなくて、本当にこう社会を良くする大きなきっかけっていう印象がすごくありますね。これをきっかけにまたこう業界に対する偏見がなくなって、はいはいはい、賛同者が出てきて、どんどん広がっていくような感じがしますね。結果的に彼らの力を使うことによって、はい、もっと社会がね良くなるっていう風になっていきそうなイメージがすごく今湧いてますね。はい、でもまあ、そのつもりがスタートなんで、うんはい、カナでホールディングスってやってるんですけど、うんまあ、実際は一つの会社っていうよりもグループ会社で今展開していってる。はいまあ、巻き込んでいってるんですよね。僕一人の場合は4室のちっちゃいグループホームだったんですけど、はいはいはいまあ、巻き込むことによってなんか大きくなってきたのかな。同じ志を持ってる方が集まってきて、そうですそうです、いうことですよね。一人でできることは限られるけどっていうことですよね。そうなんです、はい、そのトップダウンの組織型じゃなくて、はい、サークル型の組織なんですね。なるほど。いろんなみんなトップ型の組織をイメージするんですけど、はいはいはい、サークル型でプロジェクトを組むときに今崎町さんが、はいはいそのリーダーとなって動いているんで、うんはい、その奏でグループには、今何社かな8社ぐらいか、うんはい、一緒に絡んでて運営を手伝ってもらおうと、はい、その方がいいですね。一人の力ではやっぱり限界ありますので ねあと使命感を持っているというのが一番大事ですね。身体障害者に対して、本当に福祉の仕事をしていたり、はい、教育の仕事をしていたり、はい、医療の仕事をしていたりという、はい、そのやっている人たちの根底がしっかりしているというところが大事です、はいはいなんかそういう意味では非常に頑張ってますよ。まあ、でもその今おっしゃってたシステム自体が本当に社会のモデルというか、はい、見本というか、うん、本来人間があるべき姿かなっていう、うん、昔沖縄はそういうのがあったじゃないですか。そうなんですね。例えば地域の子供はもうみんな、ね、周りの大人がみんな叱って育てるとかっていう社会だったじゃないですか、うん、まさにそれをまた取り戻そうっていうふうに聞こえるんですけどね、まあ、それがないわけじゃないんですけど、はい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 、そうなんですね、はいはい本当にまあ唯一ある精神ですよ、うんうんうん、お互いで助け合いながらね、はいまあ、でもその活動というかシステムを見ていい意味でまた真似をする組織が出てきて志持ってるのがいっぱい出てくるとまたすごいいいですね。だからこそ今日この場に来てそういう考えがいいんじゃないかという話なんですよ。一人でやっぱりねピークをかむと限界ありますから、うんうん、沖縄逆にそういった意味では一人一人の子が少し体力がないとあるので、はいうんうん、それを組織化すれば、はいね、もう全然全国に劣らないので、うん、発想とか、はいはいはい、人間性とか、まあ、頑張ってほしいと思いますよ。そもそもさっきおっしゃってた地理的にはビッグチャンスっていうことですから、うんビッグチャンスですねうん、そういうのががっちりはまるとまた沖縄すごいことになる可能性がありますね、うんうん、いやーまなみすごい回になりましたね、はい、今日はいい話がこれは録音して売りましょうか、はい、終わりいやまだですまだ全然まだです、はい、いやでも確かにね本当にこう、うん当たり前のようなんだけど、はい、頭では分かってたんだけど、うん、実際それを形にして活動している人がいるっていうのはね、はい、すごいなと思いますね。僕口では言いますけど、うん、また実際やるってなるとねこれキーワードだと思います、はい、僕その4年前からやってた時っていうのは全然発展性がなかったんですよ、はいはい、で本当に巻き込むことによってですよね、うん、巻き込むようになっことによって今まあ県内3回所してですね、はいはい、まあ、年内では113室、僕一人でやった時は4室しかなかったんです、はい、今もう113室、もうまさにそのシステムのすごさを実感してるわけですね。そうだと思います、はい、一人でって、あ、すごい、俺だけって矢印がね自分に向くっていうのは発展性がなくなるのかなっていうのはもう思い数字より実感してますよ、ね、数字より実感力が違いますね。よりなんかこのその凄さを今、ね、4から113、おそらく113で止まらないでしょうから当然。もう計画してるだけで今250室とかはい部屋ですね。また賛同者も増えていくでしょうからね。はいそうですよね。あ、巻き込むってすごいですね。実際になんかそういうことが起きている、そういう話を聞くといいですよ。こう拡大しますでしょ、うん、でもそれこそまさに、うん、その課題、社会の課題だです、うん、なんか半年ぐらい前ですか、はいはい、引きこもりというキーワードで犯罪というのがあったんです、はいはい、すると今調べていくと、うん、障害者の皆さんって、まあ、こう学校を卒業して特別支援とかそういうのを卒業して、うん、高等特別支援を卒業した後の足取りがあんまり見えなかったわけですね、はいはいはい、そういう状況を先町長いろいろ調べてて、うん、でどういうふうになってるかというと、うん、人口の何%？人口の今 7% が障害者と言われてるわけですね、はい、すると障害者の人たちが 7% って例えばどれぐらい宜野湾市何万宜野湾市の9万人ですね。宜野湾市が9万人なんで、まあ、ざっくりです600、そうですよね、600近くいるわけだ、うん、じゃあそれの人たちの、まあ、例えばアパートなり、うん、就労仕事場に提供されているかというところが問題で、彼らはじゃあ行き場所がないわけですよ、うんうんうん、するとそれが引きこもりという話になって、うん、イコール犯罪者みたいな形の格付けされているのが社会の問題だったんですね、うんうん、まあ、沖縄はそんなにないんですけど、うん、本土の方ではね、はいはい、でも引きこもりが悪いわけじゃないんですよね、うんうん、好きでやってる人もいると思いますけど、うんうん、そういうキーワードが出て、じゃあ家で何をしてるかということを見ると、うん、まあ、いい年のね若者が家でいるということは、うん、そこでストレスが溜まって例えば家庭内での殴り、うん、ネグレクトですから、うん、そういうのも発生するわけです、はいはいはい、やっぱりその体力もあるし、うんうん、ただちょっと普通の人たちとちょっと足りないうん、不足している部分があるだけの話だったり、うんうん、その人たちはやっぱり課題として、うん、ちゃんと対応してあげればね、うん、ということで今のビジネスになってきたわけですね、うん、それに賛同していただいたのが今のオーナーさんたちですね、はい、そうですね、彼のこのスピリッツは非常にいいなと思う、まあ、でもさっきおっしゃってた大家さんもやっぱり社会に貢献したいっていうのは根本的に持ってるでしょうから、はいはい、そうですね、その社会が良くなる利用者さんとか親御さんたちが喜ぶ姿を見ると、はい、心が動かない人っていないと思うんですよね。つい1週間前ぐらいですかね、うん、はいはい、少し勉強させてくれということで、うん、まあ、大きいその、はい、まあ、住宅メーカーの会社さんが来てですね、はいはいはい、大家さんアパート持ったオーナーさん、うん、大家さんもその2つ目3つ目はもうアパートではなくて、うん、地域に貢献したいような施設を作りたいという話をおっしゃってたんで、まさにこれ巻き込まれたわけですね。そうですねあともう少しね、はい、背中を押したらまた巻き込めれるのかなと思いますね。いやー、これ可能性半端ないね、うん、すごいですねいや巻き込まれたいわ私のことさんをぜひ巻き込んでくださいもう今度ぜひね、はい、そのかなでグループさんの、はい、ホームグループの方も見学していただければと思います、はいはい、今どこで展開してるんだ、どこ展開してるんだろう。今がですね、はい、県内 1,2,3,4,5,6 待ってくださいまあ、かなでグループホームワンスタイル北谷、まあ、北谷の北前の方にですね、はい、まあ、先ほどタカさんがお話しした、はいはい、まあ、個別型のそのワンルームタイプの、はいはいはい、まあ、グループホームとですね、また、まあ、12月にちょっと解消まだ解消してないんですけど、はいはい、解消予定なんですけど、はい、また同じく北谷の方にですね、ここは結構障害持った方も重度な方、うん、またグループホームをまた解消予定しております、はい、で県内はですね他にですねまた与那原町の方と、あとまたユイマール那覇、まあ、那覇ですね、はい、那覇のソベの方と、まあ、かなでグループホーム、ユイマールマカビ、那覇の松川の方ですね、はい、で、まあ、かなでグループホームワイライズ21、まあ、糸満の方ですねっていうのを、うん、解消予定しております。はい、もう続々と、はい、社会の問題を解決してるわけですね。いえ、あとすいません、一つかなでグループホーム、うんうん、令和茶炭の方もですね、はい、が12月1日、はい、解消ですね。はいはい、さっきタカさんがおっしゃってたように本当にあれですね、沖縄ではすごい場所的にいいところばっかりですね。ど真ん中ですね。ど真ん中ばっかりですね。もう中心と言えるような場所、面白い手ですね、はい。そこに作りたいというオーナーがいたら、うん、身体障害者の人が来るんだったら困るというのがまた現状なんですね。うるさいと、はい、じゃないんですよね。はいはい、本当に温かく見守っていただければね、うん、そういうことは出ないと思うんですけどね、うん、もう時代がそういう時代になってますからね。そうですよね。ぜひね、そういうのを若者たち、うん、皆さんね、理解していただければと思いますね。まあ、そういうのも徐々にね、なくなってくると思うんですけどね。まあ、これは佐喜眞さんの仕事です。頑張ってください。はい、まあ、協力しますよ。佐喜眞さん次第ということでね。まあまあ、そうですかね。まあもうでも前には出れるんでね、うん、はいはい、たくさんこういう場があったら前に出ていっぱい発信して理解してもらえたらなと思ってますんで、うん、いや素敵な話をね、うん、聞けましたので、まあ、前半ねいろいろお話を伺ってきたんですけど、はい、CM 一度挟みまして、うん、また後半引き続きいろいろお話を伺っていきたいと思います、はい、また後半も引き続きよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、それではCM です。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。本日のゲスト様は株式会社カラデホールディングスの、代表取締役の佐喜眞勇樹様です。あと、先ほどから素敵なアドバイスをいただいております起業家育成アドバイザーのミスタータカさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ前半ね素敵なお話をすごく聞きましたし、はい、やっぱりこういう大人を子供に見てほしいし、はい、やっぱりこういう生き方をするとすごく人生が充実するなって、ね、本当に感じました。こういう道もあるんだよっていうのを知ることで、ね、新しい目標ができる学生とかはいると思いますね。キーワード巻き込む。巻き込む。いい言葉ですね。お互いそのなんですか優位性を出してね、はいはいはい、優位性出し合えばねお互いができるものを出し合って、そうなんですよ、うん、それが数字として佐喜眞さん現れてますもんね。4から113にっていうね。すごいよね。すごいですよね。7年ぐらいかかった4個で4個は4年ぐらいやかった4年で4個そうです。4年で4個、うん、地道にじゃあ8年で8ですね。恐ろしくないですね。まあ、よく頑張りましたね、うん、はい、でもすごいですもんね。本当スタートしたのが4月なんで、そうそうそう4月から今12月、11月、はいはいはい、まあ、その躍進ぶりをね見ていくと、はい、県内にもいろいろ目につく企業ありますよ、うん、はい、なんかタカさんのこの注目してる企業さんとかあるんですか。そうですね、今躍進してる企業かなというのは例えば、まあ泊まれば分かるミスター金城さんとか、はいはい、あとこっちあるかなコージーさんとか、はいはいはい、コージーステイさんとか、はい、あと乾燥機、ああ太巻きの汁、太巻きの汁、はいはい、あとちょっと名前忘れたんですけどお菓子屋さんかどっかあったんですけどね、はい、まああまり食べに行かないんですけどね、はい、いいのがあるんですけど、はい、まあそういうところもうまくやってるなという感じがしますね。なるほど、うん、タカさんの見る視点というかバロメーターってどういうところを見るんですか。うん、やっぱりこの企業が何を社会に貢献しているかというところやっぱりありますね、はいうんはいはい、だから何をもこの経営の本質は何なのかというのを見ていって、うんうんうん、これがさっき言った私が言っている沖縄県の観光とか、まあ、さっき言った、基地とかそういったビジネスのインカムのところと関わりながらどういった社会に貢献しているかというのを見ながら、あ、この企業は伸びていくなと、うんうん、でどういったあとは企業戦略をしているかとか、はいはいはい、そういうのを見ていきますね。まあ、難しいんですけどね、はい、どういうふうに見てるかと言われるとね、はいはいまあ、半分勘ですけどね。なるほど。難しいことはできないですよ、うん、あとは楽しく。なるほどね、うんでもなんかこう高さんのお話聞いてたらビジネスっていうとなんかすごい難しいというか複雑って印象があったんですけど、なんかこうお話聞くと意外にシンプルで目指すところは一つだなと、そうなんですね、はい、いうような感じがすごくしますね。ちゃんとその目的意識を持ってしっかりそれに対してやること、はいはい、例えば、学生さんに言いたいんだったら、はい、テストで100点取りたいんだったら方法2種類しかないんです、はいはいはい、勉強するか、はい、カンニングするか究極の選択。そうなんですよ、ね、だからその場合には、まあ、一番いい、まあ、カンニングは犯罪と一緒ですよね、はいはい、だから勉強をしっかりやる、うん、ビジネスも一緒、はい、しっかり社会貢献してお金をもらうか、うんうん、詐欺をするかしかないんですね。なるほど。だから本当にどういった考え方でどういった社会貢献してビジネスをするか、うんうん、そういった精神面なところをしっかり持っていただいてね、はい、それって実は子供の時から培われてくるんです、はい、学校本当小学校中学校高校大学とありますけど、はいはい、日々の勉強をしっかり見直した方がいいと思いますよ、うん、手抜きしてないか。でも今の話っていうのは小学校ぐらいから教えてほしいですね逆にいや、ね、やってますよ、全部学校やってますよ、ね、学校やってますよ、親もやってますよ、はい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 、ちゃんとね親が手抜きしないでしょ、はい、子供を育てるのに、はい、そうですよね、そうみんなやってますよ、うんうん、だからそれをまた自分が社会人になった時にね享受してね、はい、そうですね、自分の目標に向かって努力する、うんうん、そう、まあ、みんな生きてますからね真剣に、そうそう、うん、だからお金を稼ぐって金、はい、マネーゲームばっかりして1万円を10万円100万円にするという人もいるんですけど、うん、どうかなと、うん、やっぱり何か貢献して対価としてお金をもらうという形が一番いいんで、うんね、だからするともう数字を目標にしちゃうのが多いんですね、はいはい、そうじゃないんだよ、うん、まあ、そういう意味でビジネスの本質はそこにあるかなと、はいはい、もう名言がボンボン出てきてますね。そうですね。でもやっぱりこの人の役に立つようなこととか、うん、貢献したいっていう気持ちがあれば、うん、まあ、逆におのずとそういう成果もついてくるってことですよね。そうですそうです、うん、そうです、はい、そこの課題を見つけてね、うん、面白いのがそこにその課題がないのに、はい、自分はこれができるんだと入っていく人がいますよね、はい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 、俺はこれが上手だと、うん、それは周りが言う言葉でね、うん、あ、なるほど、そこが評価してるかどうかの話 でそこに市場調査とのがあって、はい、初めてビジネスに慣れてたけど、俺はこれができるからお客さん呼べるぜっていう、まあ、商売やってる方がいろいろいますけど、あとはやっぱりね、そういうのはうまくいかないですね、うん、この地域でどういった課題が発生してるか、ぜひ、はい、見る目を持ってほしいですね。なるほど、いいですね、はい、うん、見る目を持つ、社会の問題を見る目を持つってなんか素敵ですね、うん、視点がね、はい、崎本さん先ほどからいろいろお話を伺ってるんですけど、はい、例えば先ほどの事業にちょっと興味があるっていう方がいらっしゃった場合ってなんかどちらの方に問い合わせしたらよろしいですか。はい、ですね、はい、またかなでホールディングス本部の方にまたお電話番号で問い合わせしてもらって、はいはい、あ、ではお電話番号よろしいですか。はい、はい、じゃあお電話番号を案内しましょうね。はいはい、098-890-6909 まで何でも質問等々ありましたらお問い合わせください。はい、はい、じゃあ私の方から繰り返させていただきます。098-890-6909 098-890-6909 の方にですねお問い合わせいただければ、案内していただけるということですのでね。うん、これやっぱり中とか見ることもできるんですか。はい、いつも変革の方は OK なので、はい、まあ、ちょっと横で写真見てるんですけどすごい素敵ですね。はい、いやこれはいいじゃないですか、うん、そうですね、あ、本当に素敵ですねちょっとラジオに伝わるようにこれはイメージが本当にちょっと高級ホテルみたいな感じですね。一瞬、あとおしゃれですね、すごいね、はい、全部ついてますね、うん、なるほど、完全個室ということで、うん、あ、管理人が常駐してるっていうことですね、まあ、世話人の方が、はいはいはい、常に常駐してますね、うん、夜間の方も常駐してる形です、はい、あと洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、テレビ付きってあるんですけど、これもお部屋についてるっていうことですね、ちょっと建物によってはついてないお部屋もあるんですけど、はいはいはい、まだついてるお部屋の方も何か所か空いてるんでね、うん、はい、ぜひそういうのも問い合わせていろいろ相談してって感じですかね。その地域とかにもよりますので、どこに住みたいもあるでしょうしね。そうですね。また人気の近くにこう展開しているっていうのも何かいいですね。街のど真ん中、ど真ん中にね。サタンとかも今で半ビですね。すごいもう本当に那覇なんか本当那覇の街のど真ん中ですよ。見事ですよ。もう入居される方ももう気分的にも全然違うでしょうからね。ど真ん中に。そうですよね。本土の方とかからもやっぱ問い合わせがあったりしますね。本土から。ちょっとねいろいろ資料を見させていただいてるんですけど、ちょっとびっくりしたのがなんか金額が思った以上にリーズナブルというか、まあ。これもちょっと今すごいびっくりなんですけどね、はい、っていう感じの。ちなみにおいくらですか？これいいっていいんですか？大丈夫ですよ。はい、全然構わないです。北谷でですね、家賃が4万円、北谷、はい、で食費が朝400円、日って書いてありますけど、これは夜が500円だそうですね。いやこれねすごいですね。すごいですね。これはまたなぜこれが実現可能になったんですか？まあそこがビジネスのキーワード。そうなんですね。家賃が4万円。まあ障害者の皆さんというのは障害年金また生活保護を受けられてますので、家賃に対しての負担率が大きいんですね。でそこに家賃を低くして抑えてですね。あとはカナデホールディングスの運営自体にこの補助金が入ってきます。それで運営していくことになります。だからオーナーもその障害者も障害の皆さんもみんながウィンウィンの関係になれる仕組みを作ってあるわけですね。さっきおっしゃったすべて勝つ。そうです。ビジネスになります。なるほど。そうなんです。そこがポイントなんですね。だから皆さんは本当にその部分を本当に聞きたいんじゃないかなと。いやこれ本質だと思うんですけど。すごいですね。さあ佐喜眞さん。大変なことになりますよこれ。佐喜眞さんやりましたね。本当これみんなが喜ぶ事業ですね。今後の方向性として空き室対策をその不動産の皆さん方が困っているというところで、その条件に合えば、まあ条件がありますけどね、条件ちゃんと飲んでいただいて、あくまでも障害者皆さんのための部屋として提供していただけるんであれば、以上にそのオーナーさんが空室で悩んでるオーナーさんたちの対応もしていただけるということもできます。これですね、オーナーさんからすると空室の解消にもなりますし、社会に貢献して精神的にもね、貢献度っていうのを感じることもできますし、オーナーさんからしたらすごい話じゃないですかね。その一方はそうなんですけど、反対側もですね、利用者さんもそのやっぱ住みたい地域にまた住めるようになれるしね。しかもこの綺麗なね、設備も揃ってますもんね。しかもこのやっぱ中心地にあるっていうことで、いろいろまあ便利な土地でもありますよね。それも嬉しいと思いますね。その利用者の皆さん方の声がね、コンビニ近くにあるっていうのは嬉しいみたいです。そうですよね。大体イメージ的に人里離れたとか山奥とかってイメージがあったんですけど、さっきも言ったんですけど、明日川上と考えた場合にね、コンビニ行けないったらちょっと寂しいですよね。ね、私たちもね、交通事故とかね、もしぶっ倒れたらもうね、面倒見きれないよったら入るしかないでしょ。そういう時にね、誰も訪ねてこないようなところに送り込まれたらちょっと寂しいですよね。考えた場合にそういうところでいるだけで元気になりますもんね。元気になりますよね。本当本当。そういう発想ですね。素晴らしいですね。いや素晴らしいですね。これまたさっきおっしゃってた本当に体系化しているというか、実践しているというところが素敵だなと。実現して思いますね。これまた一つ沖縄の発展につながる事業ですね。新事業ですね。若手のこういった経営者がどんどん育つのは非常にいいことです。そうですよね。まあ本当に全国からの問い合わせが来てるわけですから、全国にはないわけなんですよね。先ましょう。全国にはあるんですか？あるんですよ。あるんですけど、やっぱ沖縄にまあ障害持ってるもね、人ってまあ住むところ自由じゃないですか。こういうタイプの建物とはあるの？はないでしょう。今でいうイメージ的なグループ、そういった斬新的なグループで、沖縄のそれこそ地理的条件ですよ、あったかい地域。いや、これ沖縄って言ったらすごいですね。人口の 7%、 すごいね、人たちに解決策できてましたね。いやー、素敵だな。でも彼らが喜ぶっていうことは、その家族とか周りの方も喜ぶっていうことにつながりますからね。あと、はい、もう本当に親がね、喜んでる姿がね、聞きますよ。そうですね。一緒にいて。いやー、これやってて楽しいんじゃないですか、関本さん。まあ大変なこともあると思うんですけど。つまり。楽しい反面ですね。大変なこともやっぱありますので。はい。まあ、もう新しいことをやるっていうのはいろんな壁がありますし、どんどんこう道を作っていく側ですからね、うん、まあ、でも、やっぱりこういう方がいるからこそね、新しい道ができて、後ろからまたね、いろんな人が歩いてくるっていうことにつながると思いますからね、はい、いやー、関本さん、堂々立ちますよ、どうぞ。僕が立てます。ちっちゃいのでいいですか、予算の関係でちっちゃいけどいいですか。いやいやいやこれから不動産屋からどんどん電話来るんじゃないですか、今日。そうですね。来てますよね。来てますよね。どこだよ。いいね、でもね、はい、協力していただければ。そう、今まで貸してくれなかった大家さん、ぜひ佐喜眞さんによろしくお願いします。そうですね、ぜひ佐喜眞さん、さっきの電話番号でよろしいんですか。はい、そうです。気になるというね、オーナーさんはですね、ぜひ098-890-6909。098-890-6909の方にですね、お問い合わせいただければということですね。お部屋の方もね、見ることできるということですので、また詳しくね、直接お話を伺いたいという方もぜひお問い合わせください。いやー、まなみ、素敵な話を聞きましたね、今日も。すごいいい話を聞けてよかったです、私も。なんか心が温かくなるね。はい。いやー、また結果的にまたね、ビジネス的にもどんどん伸びていってね。いやー。これでまた沖縄もどんどん成長というか、なんか盛り上がっていけるといいですね。いや、これをきっかけにまた沖縄に移住したいっていうこともありますし、また沖縄の評価が上がるきっかけにもなりますしね。またこのビジネスモデル自体が沖縄から全国に、そうです、あ、広がっていく、逆にそうなんです、いくっていうね、ことになるんでしょうね。それこそ沖縄発信ですよ。そうです、かっこいいですね。素敵だな。全国に負けないですよ。素晴らしい。いや、去年本当にいろいろ素敵なお話を伺ってきたんですけども、もう一人ずつですね、最後にお話を伺っていきたいんですけど、佐喜眞さん、どうですか、こういろいろお話してみて、はい、お伝えしたいことをリスナーの方にですね。お伝えしたいこと、はい、ぜひはい、ぜひこれからもまた頑張っていきますんで、はい、いろいろとところでまた看板等々も、はい、建物出てきてますので、見たよとかありましたら、また応援の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあミスター高さん、すいませんね。はい、入れいただきありがとうございました。若手の皆さんが今後ね、沖縄で活躍されることを私は懇願してますので、それにまあ少し微力ではありますが、そういったお手伝いができればね、どんどんやっていきますので、まあ何かありましたらまた。はい。連絡ください。いや、素敵ですね。こういった事業がまた沖縄発で全国に行くっていうことは、直接こうビジネスに関わってない方もやっぱり沖縄の誇りとして、うん、ね、うん、自信とか誇りにつながっていくと思いますのでね、はい、もういろんな意味ですごいビジネスだなと、本当に思いました。ぜひまた番組の方にもぜひ2回3回と遊びに来ていただいて、はい、ミスター高さんも。次はミスター X になってるから進化して、ちょっと今日事情があってね、はい、すみませんね、お名前とお顔は出せないんですけども、やっぱりこう素敵な話を聞けましたし、本当に先頭を切ってね、走ってるという印象もすごく受けました。佐喜眞さんもぜひこれからまたいろんな方を巻き込んで、はい、いろいろね、社会に貢献していっていただければなと思います。いやー、素敵な会になりましたね、今日もね。いろんな貴重なお話が聞けて、本当に勉強になりました。本当ですね、いい番組ですね。いい番組です。なんていう番組でしたっけ。ビジネス天国沖縄ですね。はい、名前もいいですね。はい、ビジネス天国沖縄って本当にビジネスの天国だなって本当に今日も改めて思いました。はい、はい、本日本当にねいろいろお話ありがとうございました。本日のゲスト様は、株式会社カナデホールディングス代表取締役の佐喜眞勇樹様と、起業家育成アドバイザーのミスタータカ様でした。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。